はい、ご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらはバルナック用のエルマントレンズですね。でこちらは5センチの標準レンズ、ズマール 5cmF2 になりますね。 F2 というちょっと明るめのねレンズになります。はい、ではこちらリアのレンズキャップ付属しております。はい、ではまずは外観から見ていきましょう。ぐる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 っと、まあね、このね振動するんでこの辺のね縦すれはありますけど、メッキの剥がれまではなさそうですね。でこちらフロント、ちょっとフロント部分がねちょっとメッキの剥がれはありますが、歪みとか大きながり傷とかはないです。でマウントフランジ部分も特に問題ないです。ズマールはね案外メッキの質が悪いのかわからないんですけど、メッキの状態が悪いのが多いんですが、これは特に全然問題ないです。ズマールの中では綺麗な方だと思います。はい、であとは動作的なものは振動は特に問題なくしっかりロックしてくれます。ロックここも片付きなどありません。でこちら当店で整備をしており、こちらの絞り管の清掃をしてグリス塗ってますので、非常にスムーズに回転してくれます。であと絞りの羽の清掃ですね。であとこちら六角絞りになってます。ズマールは六角絞りと丸絞りがありますが、こちらは六角絞りです。はい、ではあとはこのピントリングのこちらのヘリコイドグリスを交換しておりますので、非常にスムーズにいい感じで回転してくれます。軽すぎず重すぎず。であと無限のロックもパッチリ決まります。これ無限ロックもね分解して清掃してバネの調整しておりますので、しっかりロックしてくれます。であとこちら光学系ですね。あのズマールはあの玉が柔らかい分傷がつきやすいんですが、これ珍しく吹き傷は少ないです。めちゃめちゃ少ないです。であの中の曇りもねよく多いんですが、この辺の曇りもほとんどなく、まあね気泡はありますけど、まあ気泡はあるからどうってことはないと思います。気泡があるからどうかっていう人もいるんですけど、まあ気泡があるから私はどうとは思わないですし、特に影響はないです。で珍しくズマールにしてはかなり綺麗な状態です。光学系は。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。ズマール 5cmF2 のご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。でよろしくお願いします。